Wikipedia English writes about the traditional Japanese units of measurement as follows. The traditional Japanese units of measurement, or the shakan-ho, is a traditional system of measurement used by the people of the Japanese archipelago. It is largely based on the Chinese system, they say,which spread to Japan and the rest of the Sinosphere in antiquity. It is largely based on the Chinese system. Both are quite different. According to the Chinese system, 1 li used to be about 300 steps to walk, which was nearly equivalent to about 400 meters. But here in Japan, 1 li was about 4,000 meters after the Meiji Restoration, and now 1 li is 3.927 meters. 1 li is 36 cho. 1 cho is 60 ken. What is very interesting is that in Japan, before the introduction of the metric system, 60decimal numbers were used instead of decimal number measurements. Whatever they are, there is no more mysterious story than this. 日本の尺貫法は中国や朝鮮半島からもたらされたものということになっていますが、単位として使われている漢字は別として、中身は全く違うものです。例えば1里1丁1間の長さなどは全く違いますが、それは今日のポイントではありません。大変興味深いことに、この日本ではメートル法が導入される前まで十進数による計測ではなく六十進数が使われていたということです。考えてみればこれほど謎めいた話もありませんが、それだけではありませんでした。その一里一丁一軒にはさらにとんでもない謎が隠されていました。広島市浜松市ジャパン。最初からもう一度画面を見ながら説明します。地球です。地球の円周は約4万キロメートルということになります。地球の回転による遠心力のためにですね、まあやや楕円球体になっているということですけども、平均するとですね4万と8メートルということになります。まあ4万キロメートルということになるわけですね。でその4万キロメートルをちょうど1万分の1にしたのが1里の長さということになります。偶然の一致ということになるかもしれませんけれども、月の寸法がですね1マイルの長さになり、火星の寸法が1キュービットになったというような事実を考え合わせますとね、無視できない偶然の一致ということになるのではないでしょうか。ともかくも、地球のですね円周を1万分の1にしたのが1里ということになります。そしてここからが不思議なんですけども、1里は36兆です。そして1兆の長さはですね、これで計算しますと 111.11 メートルということになります。ここで注意していただきたいことはですね、繰り返しになりますが、1里は36兆であるという点です。36に分けたということですね。10へ 100ではなくて36です。そこで一周は4万キロメートルですから、その長さをですね今度は360で割ってみます。この360という数字はですね、古代においてはあちこちに登場しますが、それも今日のポイントではありません。ともかくも360で割るとですね、1軒1丁がですね 111.111 キロメートルになるわけです。繰り返しますが、下人形を見てください。地球の円周を1万等分にしたのが4キロメートルであると。
その長さはちょうど1里に当たるということですね。そして4万キロメートルを360で割った長さが 111.11、まあ、キロメートルということになるわけですね。まあ、要するに分秒時刻の数字と一致するということですけども、それは今日のテーマではありません。で、1兆は60件である。つまり 60×6 イコール360尺ということになるわけですよね。1兆は60件で1件は6尺。今度はここで6進数が出てきます。で、1兆は360尺ということになります。その360尺は今度は3600寸になる、イコール 60×60 寸ということになります。1兆は 60×60 寸ということになるわけです。60進数が出てきます。こうして数字が並ぶとですね、現代人の私たちにはですね、何が何だかさっぱりわけが分からなくなるということですけども、そうした数字がですね、つまりはメジャメント、尺度法、尺貫法の中に使われているということになります。続く動画をどうかご覧になってください。Since ancient times, so-called the Shakkan system has been used as a unit for measuring length in Japan. One ken is 6 shaku, one cho is 60 ken, and one ri is 36 cho.Hexadecimal numbers are used in the Shakkan system. Why is it a hexadecimal number? One of my YouTube viewers asked me the other day why hexadecimal numbers are used in the Shakkan system. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, try to solve the mystery.日本では古来、尺貫法が使われてきました。一間は6尺、一丁は60間、一里は36丁ですね。それについて視聴者の方より、これは6進数ではないかという問い合わせがありました。なるほど。考えてみればその通りですね。今日はその謎解きに挑戦してみます。広志林、浜松シティ、ジャパン。今では知らない方も多いと思いますので、もう一度最初から説明します。長さを測る単位です。で、下からいきます。一間は6尺です。まあ、これは割と日常的に使っていますよね。で、60間が1丁の長さになります。そして36丁が1里の長さということになります。私が子供の頃は1里、2里という単位で距離を測っていました。その尺貫法について、つまり正確には尺貫法の一つについてですが、ここに666と数字が並ぶ点に注意してください。で、その尺貫法について説明する前にですね、こんな事実があることを皆さんにお伝えします。月の直径です。月の直径は 3474.2km です。で、それを216で割るわけですよね。つまり割る6割る6割る6ということになります。つまり 3474.2 をですね、6の3乗で割ります。月の直径を6の3乗で割るということです。で、それを、つまり6の3乗は6進数では1000になります。分かりやすい数ですね。そうすると、その数字がですね、
16.0842km となります。 16.0842km です。この長さは正確に10マイルの長さと一致します。まあ、それについてはもう少し後で説明しますが、今度は火星の直径を考えてみます。火星の直径は6779km です。 6779km ですね。それを216000で割ってみます。216000というのは60÷60÷60÷ということになります。つまり6779を60の3乗で割ります。60の3乗です。60の3乗は6次進数では1000になります。60の3乗は6次進数では1000になります。で、その数は 0.03138km となります。で、私はですね、月の直径と1マイルの関係が分かった後にですね、この数字は1フィートの長さでないかと考えたわけです。で、実際の長さと比較していただきます。月の直径を216で割ると10マイルの長さと正確に一致します。エラーは 0.01 前後ということになります。しかし火星の場合はですね、エラーがやや大きいということですね。わかりやすく言いますと31センチと30センチのエラーということになります。約1センチのエラーが出てきたわけです。もっともこうした数字というのは人間がその都度改めてきたということがありますから、正確に一致するということを期待することはできませんが、しかしここで私のつまり検証は一度ストップしてしまいました。が、今回ですね、視聴者の一人の方からですね、日本の借款法は6進数あるいは6次進数ではないかという質問をいただきました。で、ピンときたというわけです。そこで数字を並べてみます。1里は36兆ですね。 6×6 ということですよね。1里は36兆です。そして1兆は60件です。ここでも6が出てきますね。そして1件は6尺です。6、6、6という数字が並びました。で、1尺ということになりますが、1尺の長さは現在 30.30 センチとなっています。で、数字を見比べてみてください。1ミリ単位で正確だということです。左がですね、30.48cm、右が 30.30cm です。エラーは 1.8 ミリということになります。たったの 1.8 ミリです。これはただ単なる偶然の一致なのでしょうか。それともということになります。一般には広く人間の骨、尺骨の骨と同じ長さを一尺としたというような説明がなされていますが、実はその反対ではないでしょうか。つまりもともと一尺の長さが決められていて、その長さとほぼ等しい骨を見つけて、それを尺骨と呼んだとです。そうでないというのならですね、1マイルの長さ、そして一尺の長さについて、それは偶然の一致ということになるわけですけども、本当に偶然の一致と片付けてしまってよいのでしょうか。最後にもう一度これらの数字を眺めてみてください。判断なさるのはあなた自身ということになります。Bye for now.
According to Wikipedia, it writes about mile, especially Roman mile, as follows. The Roman mile, or mille passus, literally, thousand pace, consisted of a thousand paces as measured by every other step, as in the total distance of the left foot hitting the ground 1,000 times. The ancient Romans, marching their armies through enchanted territory, would often push a carved stick in the ground after each 1,000 paces. The distance was indirectly standardized by Agrippa's establishment of a standard Roman foot in 29 BC and the definition of a pace as 5 feet. An imperial Roman mile thus denoted 5,000 Roman feet. なぜ1マイルが1マイルなのか。もともとはローマンマイルが基準になっているようです。つまりローマ人は歩いたとき、例えば左足なら左足だけの片方の足だけで数えて1000歩歩いた距離を1マイルとしたというのです。両足で2000歩ということになりますね。で、マイルというのはもともとはミレパサス、つまり1000のペースという意味だそうです。ここで1000という数字が出てくる点に注意しておいてください。1000です。で、足の長さを1フィートとし、ちょうど5000倍すると1マイルになるのだそうです。そのことから1マイルイコール5000フィートというアグリッパの基準が生まれましたが、本当にそうでしょうか。その1マイルにはとんでもない謎が隠されていました。とても偶然とは言えない謎です。広林浜松競りジャパン。エイリアンの世界を調べていると6という数字が頻繁に出てくるのがわかります。で、その前になぜ人間は十進数を使うかということですけども、指の数と関係があると言われています。人間の手の指は両方で10本です。だから十進数が生まれたというわけです。となると逆にエイリアンたちはですね、指の数が6本ではなかったかということになるわけです。その一例がこの写真のエイリアンということになります。足の指の数を数えてみてください。3本になっています。つまり両方で6本、つまりそこから6進数を使っていたのではないかと私林浩司は考えています。6進数というのはですね、人間は10進数ですから0から9までの数を繰り返し使うことによって表現します。一方6進数の方は0から5までの数を繰り返し使うことによって数を表現します。例えば10進数の24、60、216、360は6進数の方では40、140、1000、そして1400となります。ここでなぜ216かということについては、216は10進数では6の3乗ということになります。そして6進数では1000になります。つまり6進数を使うエイリアンにとっては大変わかりやすい数だということになります。ここが重要です。エイリアンにとっては大変わかりやすい数ということになります。そこで調べてみると、月の直径を6進数の1000で割った数が
1マイルの長さと一致するのが分かりました。逆に言うと1マイルの長さは月の直径を正確に6進数の1000で割った数、長さということになります。冒頭で説明しましたように、最も古いローマンマイルでは片方の足で1000歩歩いた長さ、距離を1マイルとしたというのです。1000歩です。一方、月の直径を6進数でいう1000等分したのがちょうど1マイルの長さということになります。詳しい数字はこの続く動画の中で説明しますが、これは偶然の一致なのでしょうか。偶然というにはあまりにも偶然すぎるという点で、私は偶然ではないと判断しています。だから3本指のエイリアンはこう言いました。月の直径を1000等分したのが1マイルの長さだよと。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Who defined the lengths of 1 mile? Mystery of 6 by 6 by 6. 誰が1マイルの長さを決めたのか。 6×6×6 の謎。広し林、浜松市、ジャパン。道具大ボーイさんという方からこんな情報が届きました。月の直径を216、すなわち6の3乗で割った数が1マイルの長さになったと。そこで早速検証してみることにしました。ウィキペディアの方では月の直径は 3474.3km になっています。この数字を基準に計算してみます。3474.3km を216、すなわち6の3乗で割ってみます。16.085km という数字が出てきます。で、1マイルの長さについてですけども、国際基準によれば、1609.344m。アメリカ基準によれば、1609.347m です。その数字は確かに月の直径を216で割った数字と一致します。そして6の3乗というのは6進数では1000ということになります。つまり月の直径を6進数でいう1000で割るとそれが1マイルになるということです。ここで666進数という言葉が出てきたことをどうか記憶しておいてください。この6という数には特別な意味があります。もしそうでなければ、私はただ単なる偶然と片付けてしまったかもしれません。続く動画をどうかご覧になってください。その後にまた説明します。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Ransuke Kemiya, Japan. Mystery of coincidence. Everything is miracle. かつて、アルバート・アインシュタインはこう言いました。生きてること自体が奇跡なんだと。今こうして、この地球に生きていて、そして物を考えているということ自体が奇跡なんですね。いくつかの偶然を集めてみました。大阪に大泉緑地というのがあります。その大泉緑地に奇妙な
なんて言いますか、点があります。その点からまっすぐと西へ 270.00 で線を引いてみます。そうするとですね、その線は大仙稜マウンドにやってきて、そして大仙稜マウンドの中心部を横切ります。ここですね。で、その距離をですね、測ってみますと、3652.422 メートルなんです。一年の長さは、ご存知の通りです。で、大泉緑地の管理課に電話を入れて、どうしてその点を決めたのかということを聞いてみました。管理課の方はですね、特に理由はないと。あの点は、まあ、その公園をですね、利用する人たちが分割する基準点として使っていると。それ以上の意味はないと。ただの偶然に過ぎないということを話してくださいました。本当に偶然なんでしょうか？もう一度、大仙稜を皆さん見てください。これはギザのピラミッドです。これは大仙稜マウンドですね。この二つを並べてみますと、奇妙なことに気づきます。下がギザのピラミッドです。上がマウンドですね。そして、まっすぐ上に線を引いてみますと、ちょうど同じように、まあなってますか、間が空いていることに気がつきます。これも偶然なんでしょうか。さらに、大仙稜マウンドの周辺にある3つのマウンドを線でつないでみます。その間の角度は 90.35 です。直角なんですね。それを90度右に回して、ギザのピラミッドをくっつけてみますと、芸角っていうのは、底辺の角度がですね、ほぼ同じなんですね。右が 51.08、左が 51.50。これは、ギザのピラミッドが作られた当時の芸角です。これも偶然なんでしょうか？そこで、こんな事実があるのを皆さんに話したいと思います。一番上のピラミッドに注目してください。対角線を引きます。こうして、まあ、ピラミッドの中心点を求めるわけですね。その、緯度が29度58分 45.28 秒なんですね。まあ、その点をこうして取ってみますが、中心部を通りますが、やや、その先ほどの対角線の交点とはずれているのがわかります。エラーは7メートルなんですね。で、この緯度が29度58分 45.28 秒ということになります。これを十進数で表しますと 29.9792458 となり、その数字はですね、光の速度と同じになります。これも偶然なんでしょうか？次に太陽系ですけども、太陽系もまたこれまた不思議なんですね。水、金、地、火星まで調べてみました。地球はもちろん24時間で1回自転します。上から水星、金星、地球、火星です。それらの自転日数を並べてみるとこうなります。60という数字、さらに 6×4 という数字が並ぶことに注意してください。これも偶然なんでしょうか？まあ私たちは1秒を60倍したのが1分。1分を60倍したのが1時間。1時間を24倍、6×4 したのが1日だというふうに
まあそういった常識を持っていますが、本当にそうでしょうか？私は逆ではないかと思うんです。もう一度地球を見てください。86,400秒で一回転します。水星はさらにその60倍の秒数で一回転します。金星はさらにその水星の4倍の秒数で一回転します。火星は地球と同じです。もう一度表にしてみます。上が一番上から水星、金星、地球、そして火星ですね。数字に細かいエラーがありますので、この数字を鳴らして、そして表にしたのがこれです。比べてみてください。60、60、60という数字が並ぶことに皆さんお気づきになると思います。さらにですね、水星は2回公転する間に3回自転します。その比率は正確に2対3なんですね。ご覧の通りです。わかりやすく図示しますと、まずこの水星がですね、自転します。ぐるっとこれで1回自転したんですね。今度は2回目の自転に入ります。ちょうど3分の2ずつ回るわけです。そして、公転を2回終える間に、水星は正確に3回自転します。これも偶然なんでしょうか？木星です。木星には、まあ、たくさんのね、衛星が、まあ、月がありますけども、その中でも代表的なのがイオ・エウロパ・ガニベデ・カリストなんですね。以前にも精査しましたけども、ここでは、軌道周期というものについて、もう一度簡単に触れてみます。これらの数字を直しますと、18、36、72という数字が浮かんできます。これらは 6×3、6×6、6×12 となります。これも偶然なんでしょうか？土星についてもそうですけども、その前にちょっと寄り道します。ここに、まあ、小さな月がありますね。パンという月です。で、真ん中に、まあ、これは軌道をですね、写真で捉えたもんですけども、このパンという月がまたこれまた不思議なんですね。猛烈なスピードで土星の周りを回っています。いかにもという月なんですね。これも偶然なんでしょうかね、皆さん。まあ、疑ってはきりがありませんけどもね。そこで、この太陽系を見てください。太陽は、周りをですね、水金地火木土天火陰明プラス1の惑星がですね、ぐる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 と回りながら、時速7万キロで、太陽自身もですね、この宇宙を移動しています。そして630万年ごとに、水金地火木土天火陰明は、また元の配列に戻ります。わかりやすく言いますと、太陽系の一周期は630万年ということになるんですね。それに1年の360、60×60 をかけますと、こういった数字が出てきます。さらにそれに86,400秒をかけますと、ここで出てくるのが、ニネベ定数、常数なんですね。195兆9552億という数字なんです。太陽系は630年ごとに一周する。それを360倍したのし、さらに86400秒かけたのがニネベ定数というわけです。繰り返しになりますけども、195兆9552億、すなわち60の70をかける70なんですね。このニネベ定数がですね、常数がですね、ごめんなさい。なんと、シュメールの近く、イラク・バグダッドの近くの
ニネベというところで見つかったのですね。その粘土板にこの定数が書き込んでありました。どうしてそんなことをですね、古代のシュメール人たちがしていたかということになります。ここに書いてあることも偶然なのでしょうか。1959552という数字ですね。ニネベ定数です。60の7乗かける70です。で、地球の時間はですね、24時間かける60かける60イコール86400秒となります。86400秒です。このニネベ定数の素晴らしいところはですね、このニネベ定数を使えば、太陽系の惑星のみならず、銀河系の星々すべての動きを計算できるというところにあります。私たちが住むこの太陽系の太陽は、ゆっくりとシリウスという星の周りを回りながら、そして銀河系の辺縁部を回っています。で、それが2億2680万年ごとに一周するというわけです。その銀河系の周りを太陽は回っていますが、22億6800万日で一周します。わかりやすく言うとですね、太陽系の惑星は630万年ごとに元の位置に戻るわけですけども、それを36回繰り返すと銀河系を一周するというわけです。そしてその630万年にですね、1年の日数360日をかけて、そしてそれに86400秒をかけると、それがニネベ定数になるということです。つまり、太陽系は226806つ日ごとに元の姿に戻り、銀河系は226805つ年ごとに一周するということになります。つまり、630万年を36回繰り返すと、太陽系は銀河系を一周するということになります。このように、666という数字、あるいは60、60、60という数字が続くということになります。まあ、こうした現象を同期というふうに物理学の世界では説明されています。666という数字に注意してください。もし私がニネベ定数というものを知らなかったら、私は道具大ボーイさんの説をただ単なる偶然だと言って片付けてしまったかもしれません。大ボーイさんは月の直径を216、すなわち6の3乗、すなわち6進数でいう線で割った数が1マイルの長さになったと。で、計算してみますと、その通りということがわかりました。16.085km ですね。そして、1マイルの長さは、国際基準では 1609.344m です。アメリカ基準でも 1609.347m です。すなわち、ここでも 6×6×6 という数字が出てくるということです。66の3乗、すなわち6進数では1000という数になります。大変わかりやすい数です。ニネベ定数も60の6乗かける70です。60進数で数えますと、綺麗な数字となって出てきます。6×6×6。私はその向こうに、エイリアンの姿が見え隠れしているように思います。
エイリアンの指は3本。両手で6本です。6進数を使っていてもおかしくありません。バイ。Hello, this is Ransuke Japan, edited by Hiroshi Hayashi. Kukai and his secret number are a mystery of number 567 million. It's my great privilege that I can show you here in this video clip that Ransuke-san, a friend of mine, has made a great discovery to solve the mystery of number 567 million probably left by Kukai when he passed away in 835.ランスケさんが大変な発見をなさいました。それをこうして皆さんに紹介できることを大変光栄に思います。空海は亡くなるときにですね、56億7000万年後という数字を残したと言われています。56億7000万年です。で、この数字が何を意味するかですけども、まあ、この数字がどうしてできたかですけども、天上の趣味線、その中心にある塗装点でのですね、神々の寿命は4000年と言われています。そして天上の国における1日はですね、地球上の400年に相当すると言われています。で、そうして掛け算をしますと、まあ、数字が出てくるわけですけども、もう一度繰り返しますと、神々の寿命は4000年である。そして、神々の1日は地球上の400年である。で、12ヶ月の30日をかけますと数字が出てきます。その数字が5億7600万年となるんですね。576ですね。そうしますと、中心の赤い数字、567と食い違ってきますね。それで、仏教哲学者の先生たちはどのように説明しているかと言いますと、入れ替わったと説明しているのです。本当にそうでしょうか？もう一度計算してみますね。神の、いわゆるミトラの弥勒のですね、菩薩の寿命は4000年。そして、塗装点のね、1日の、は地球上の400年に相当すると。で、計算しますと、5760となるわけです。で、これを、まあ、置き換えたと。まあ、そういうふうに解釈してるわけですけども、これに対してですね、ランスケさんが大変な事実を教えてくださいました。皆さんも電卓を用意して計算してみてください。確かにこのまま計算しますと576になって567とは食い違ってきますね。しかし、純粋退院歴ではですね、30日ではないんですね。純粋退院歴では1ヶ月の長さは 29.53125 日なんですね。で、この 4000×400×12ヶ月×29.53125 をかけますと、端数はなく、ゼロもそのままでぴったりと5670になります。まあ、この数字を見たとき、私はゾクッとしましたね。すなわち、まあ、置き換えるなどという、まあ、はっきり言えば、神々のミスではなくて、そのままの数字だったんですね。4000×400×12ヶ月、それに 29.53125 をかけますと、ぴったりと5670という数字になって、空海の残した56億7000万という数字と一致するわけです。ただし上は5億6700万になってますけども、まあ、ともかくも数字が一致するということなんですね。そこで登場するのはニネベ定数なんです。ニネベ定数というのはバグダッドの南でですね、近年になって発見された数字です。これが195兆95520という数字になって繋がっています。60の70かける70。この数字がどうして重要かと言いますと、太陽系のみならず銀河系の星々の運行の動きまでですね、すべてこの数字で説明できるからなんですね。で、このニネベ定数を下の、まあ、グリーンで囲ったのは私は、空海定数と呼んでますけども、いわゆるニネベ定数を空海定数で割ってみますと、これまた絶妙なことに数字がきちんと出てくるんですね。で、それをこれから皆さんにお見せしますが、その数字というのがですね、345600ですね。それは 60×60×6×4。一つ4が落ちてます。ごめんなさい。4が落ちてますが、60×60×6×4×4 なんですね。まあ、ちょっと訂正いたします。まあ、こういうことなんですね。すなわち、地球は24時間で60分で60秒。それをかけますと 86,400 秒という数字が出てきます。すなわち、地球は1日ですね。
86,400秒だということなんですね。すなわち、それで計算しますと、ランスケさんがおっしゃるには4地球日だということになるわけです。で、この3456000という数字もまた絶妙なんですね。で、ランスケさんがおっしゃるには、これは月の直径と一致するということです。まあ、これが何を意味するかわかりませんけども、まあ、単純に考えれば、まあ、趣味線にしてもですね、塗装線にしても、それは地球上での、まあ、世界の話ではなくて、地球を離れた、まあ、月もしくはその他の惑星、もっと言えば他の星々における、まあ、世界であるということなんですね。エラーは20キロです。で、ランスケさんはこのようにも教えてくださいました。月、地球、太陽ですね。の、まあ、直径を並べてみるとですね、このような数字が出てきます。月は3476。地球は12756。そして太陽は1392000km ですね。で、この数字を比にして鳴らしますと、地球対太陽の比率はちょうど1対400になるというわけです。で、この400という数字が、まあ、出てくるわけですけど、またこの絶妙なんですね。先ほど出てきた数字と比較してみます。なあち、まあ、400という数字がここで出てくるわけですね。いわゆる、弥勒菩薩の弥勒のですね、塗装点での寿命が4000年であると。で、塗装点の1日は地球上の400年に相当すると。400という数字が並ぶわけです。関係があるのではないか、ということなんですけども、関係がないという方が無理ですね。いわゆる神々の世界は、この地球上にあるのではなくて、地球を離れた別の世界にあるということを、まあ、こうした数字が示唆しているのではないかということなんです。まあ、それについては今後調べていきますけども、もう一度、ランスケさんがおっしゃった、教えてくださった数字に、着目してください。空海は56億7000万年後に、ということを、の言葉を残しています。5670ですね。で、繰り返しになりますけども、天井の趣味線塗装点における、塗装点というのは趣味線の中心部を言うわけですけどもね、おける神々の寿命は4000年である。そしてその世界における1日は地球上の400年に相当するということですね。で、それを計算しますと576となると。が、しかしそれは、まあ置き換えて5670にしたと。まあそういうふうに解釈しておられますけども、そうではなくて、それは計算ミスなんですね。いわゆる宗教学者の先生たちの計算ミスということになります。が、このことは大変、重大になっていますか。事実を私たちに教えてくれています。もう一度計算し直しますね。で、この30日の部分をですね、29.53125 で置き換えています。現在分かっている純粋単位暦の1ヶ月の日数は、29.53125 です。まあ、30日で計算しますと、56576というふうに数字が食い違ってきます。で、空海の残した5670という数字とは違うというわけですね。それは宗教学者の先生の方が間違っていたわけです。30日ではなくて、実際の数字は 29.53125 なんですね。29.53125 なんです。それでかけてみますと、何も置き換えなくたって、そのまま5670という数字になります。ということは、空海は当然この数字を知っていたということになるわけですね。皆さんも、先ほど言いましたように、電卓を使って計算してみてください。0000まで同じです。29.53125 をかけますと、何も置き換えなくても、そのまま567という数字が出てくるわけです。このことは重大な事実を私たちに教えてくれています。それが、このビデオの今日の結論ということになりますが、それは当時に私が、ランスケさんから学んだことであります。すなわち、私たち人間はですね、もっと謙虚になるべきだったということですね。なるべきだし、なるべきだったということなんですね。もし私たちがですね、空海の教えをそのまま聞き、5670という数字をそのまま聞き、それから天上の、まあ、塗装点における、まあ、神々の寿命が4000年であり、塗装点における1日が地球上の400年であるということをもっと素直に知っていればですね、この空海の空海定数をですね、4000×400×12 で割れば、いいですか？もっと早い時期に、もっと大昔に、私たちは 29.53125 という数字を知っていたはずだということなんです。しかし、それをねじ曲げてしまって、こじつけて、置き換えてしまったから、わけのわからんことになってしまったわけですね。なあち、仏は神を信ずると言いながら、実は何も信じていなかったということになるわけです。もっと言えば、私たちは、神や仏にもっと謙虚になるべきだった。そうすればもっと早くこの 29.53125 という数字を知って、そして純粋大輪記に私たちはその数字を生かすことができたということなんです。
ということをこの数字は私たちに教えてくれています。どうもラスケさんありがとうございました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Kukai, who was assisted by aliens, I'd like to prove it with mathematical evidence in this video clip. Kukai. Kukai の予言。空海は入滅するときにですね、56億7000万年後に弥勒、弥勒がですね、降り立ち、そして人々を救済すると、言い残しました。56億7000万という数字ですね。これが何を意味するのか私にもわかりませんけども、この56億7000万という数にはさらに重大な謎がといいますか、秘密が隠されていました。ただ56億7000万という数についてはですね、それに異論を取られる人もいます。一説によれば、5億7600万という人もいるようです。まあ、ともかくも、空海は56億7000万という数を言い残して、この世を去ったと言われています。で、この56億7000万という数について調べてみます。が、ここでは、一応5億6700万ということにしておきます。後で、この数を訂正します。5億6700万。5670、6つですね。10の6乗です。で、この数は何を意味するのか、検証してみます。1分は60秒です。そして、1時間は60分です。さらに、1日は24時間、すなわち 6×4 ですね。で、これで計算しますと、一日は 6066×4 の 86,400 という数字が出てきます。一日は 86,400 秒ということになります。で、この数字を4倍します。そうしますと 3,4,5,6,0,0 と続きます。3,4,5,6,0,0 と続きます。それに空海の残した5億6700万をかけます。その数はぴったりとニネベ定数にと一致します。ぴったりとニネベ定数と一致します。ニネベ定数が発見されたのは近年になってからです。ニネベ定数は60の7乗かける70。太陽系の惑星の動きをこの数で全て説明できます。左がニレベで発見された粘土板です。この粘土板に、このニレベ定数が彫り込まれていました。この195兆9552億ですね。これは、地球の、自転の動き、それから、水金地下木土天海冥ですね、の惑星の動きまで説明できます。すなわち、惑星の最小公倍数ということになるわけですね。で、シャトランはこれをニネベ定数と名付けました。つまり単純に考えても空海はこのニネベ定数を念頭に置いていたものと考えられます。逆に考えてみます。5億6700万に秒数86400をかけて4倍しますと、その数はニネベ定数となります。そこで最初に申し上げましたように5億6700万を56億7000万と置き換えてみます。その場合は 0.4 倍すると2レベ定数になります。
なぜ空海はこんな数を知っていたのかということになるわけですね。これこそまさに空海が、私たちがエイリアンと呼ぶ、まあ異星人によってですね、助けられていたという証拠になるのではないでしょうか。この論文は、そのニネベ定数を説明したものです。そのニネベ定数の謎については、続くビデオの中でまたご覧ください。空海はニネベ定数を知っていた。でなければ、56億7千万という数字は頭に浮かばなかったはずです。ブッダが説いていたとしたならば、ブッダもエイリアンによって助けられていたということになります。空海の知る由もない数字ということになります。まあ、ここで44という字が出てきますので、この4にこだわってみますと、これは多分にこじつけかもしれませんけども、4×4 は16、16は1プラス6、8プラス8ですね。すなわち、四国88。これはまあ88というのは非数学で出来上がっているんですけども、と関連付けられることも考えられます。となると、空海は数学的ユーモアのセンスのあった人というふうにも考えられます。空海の謎は続きます。またこの続きは考えてみたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!